こんにちは、タノです。こんにちは、チーです。またまた。またまた。お邪魔してます。今日はなんと、彼が持ってきてくれたんです。これ、ちょっと紹介をしてもらっていいですか。やっと、めっちゃ嬉しい。新しく出ました、笹本兄弟のスパイルという CD です。なんと、またこの曲がかけれるというね。もうこれちょっと許可いただいてきました。もう YouTube では皆さんこれ羨ましいじゃないですか。プロの曲を聴けるっていうね。何曲入ってるの？3曲。3曲ね。この間のあれと一緒で、そんな感じです。こいつとだってもうジャケットが全然違うね。なんか爽やかな感じ。超爽やかな。なんだっけ、だリフレクション、リフレクション。そしてなんかちょっとちょっとかっこいいアートな感じの、かっこいい、いいっすね、いいっすね。じゃあちょっと聞きましょうか。聞きましょう、聞きましょう。ただなんかね、ちょっとね、これこいつ今たまたま目に入ったウエスタンのレプリカですね、 755A。 以前レビューしたやつですね。これと銀箱を比べてみる。それ面白いですね。まあ本当はボーカルを聴くね、ボーカルを聴くスピーカーなんで、ちょっとボーカルがいないこの彼らの音楽がどうなるかちょっと分かんない。面白いですね。ね、私生でこれ聴いたことないですよ。本当さ、じゃあこれの聴き比べやりましょうか。そうっすね。聴いてみたいですね。まずじゃあこいつ聞きながらね。これ聞いてみたいですね。おいっす。笹本兄弟さんスパイル。今日はこれでいきましょう。いきましょう。さあ、いきますぜ。マジでリアルで一曲も聴いてないんでね、僕ね。そうですね。本当にそうです。今から分かったね。もうなんかね、嫌なんですよ、リハーサルするの。毎回ほとんどリアルです。そうそう、よっしゃ、いけますね。いきますね。ちょっと楽しみっすね。めっちゃ楽しみ。ちょっと YouTube 見たんだけどね、実は少しだけね。少しだけ、この間のあ、ドラムだけっすよ。ドラムだけのやつか。ドラムだけ、少しだけ YouTube 曲は聴いてないんで。曲かけてないんで、ドラムソロです。これめちゃめちゃオーディオ的にいいと思うんですよ。
れ。
麗に再生できてますね。よかった。いや、綺麗に再生できてると。お、スパイル、スパイルですね。鳴ってますか？鳴ってますね。伸びてます上。よかった。すげえ細かい金物、あのパーカッション音がすごい細かく聞こえますもんね。よかったな。スパイル。これめっちゃいいっすねこれ。全然違う。あ、そうっすね。なんかね、旅のお供って感じなんだけどこれは。旅のお供。これはね、ライブだね。そう、ライブですね、本当に。もうライブ音源みたいな感じの、なんかスピード感と、あとは3人の一体感も、なんかね、ライブ感すごい。ライブ感みたいなのがすごいな、これ。ライブっぽい、あのノイズっぽいのが出てるんですよ、ね。ちょっと次男さん、次男さんね。ちょっとね、かなり次男さん主張してきましたね、今回ね。すげえかっこよ、よし。じゃあ、こっちこれちょっと、まあ、低音出ないからね、これね。まあ、聞いてみましょう。ちょっとやってみましょうよ、これ。音声用でどう再生されるのか、ちょっと興味あるね。おっす、じゃあセッティングできました。
繋いだだけだけど。スピーカー線じゃないですか。さあちょっとね、行きましょうよこいつでね。じゃあ行きますよ。どんな音が流れますか。スタート。優しい。聞きやすいっすね。あ、でもいい音。このスピーカー思ったより出るんすね。で、すごいっすね。メールもいいしね。いい感じっすね。いい感じ。見直したな。ちょっと頑張ってる。おお。
ー曲もかっけえ。坂道を登ってるイメージ、自転車で坂道を、自転車で坂道を登ってるイメージらしいです。マスタースパイル、スパイルって会社名ヤゴです。はい、なんで笹本兄弟さんがスパイルっていう曲の周年祭にゲストというか、はい、その来てもらって演奏していただいたところを、それがスパイル、鳥肌、自分そのちょっと感動しすぎてちょっともう感極まったって一回出ちゃいました。がいい。曲かっこいいですね。これやっぱね、10周年でしょ。10周年ですね。なんかね、わかるな。10年間のね、結構険しい道のりをこう頑張ってきたそんな感じなんスパイルがね。ただ、はい、まだこれからももがくぞっていう。そうですね。もがかないですね。ね、なんかね、こう頑張って頑張って。もがき続けてる。そうっすね。勝手に俺が感じて、まあ、だけどその雰囲気はありますよね。なんかそんな感じで作ったんじゃないかな、きっと。もしかしてですね、わかんないけど。でもなんかそんな感じ、なんかいい、なんかね、10年なんか頑張ってもがいてきて、まだこれからももがき続けるぞっていう曲な気がするな。いい曲だな。このスピーカーも面白いですね。本当に。まさか。これ僕ね、ボーカルを楽しむスピーカーだと思ってたんですよ。最後のドラムやばい。だいぶここにドラムがパンパン。お兄ちゃんが。そうですね。お兄ちゃんがここにいた。こっちの方がちょっとだけ音の立ち上がりのスピードが速い感じですね。それで多分アタックが出やすいんです。出やすい。完全なフロレンジだからね。そうですね。なんかもうちょっと箱なりみたいのがちょっとバスドラッグになったりとか、そうそういい感じに、ね、はい、この755A サンバレーのね、サンバレーの 755A をもっとでかい箱に入れたらどうかっていうね話もあったり、後面解放とか、またそれはそれで楽しめるけど、まあでもね、このランドセル、そうこのランドセルはランドセルでね。かわいた感じの音がまた、ね、サックスのあの、そう、いや楽しかったです。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました、もう本当に。こちらこそ、聞きたかった。いや嬉しい。これから流しますよ。めちゃ使いやすい、これは。音聞くのいいですね。音がいい。音いいですね。録音がめちゃめちゃいい。やばいですね。Thank you.
ということで、ありがとうございました。今日ありがとうございました。提供まで。もう笹本兄弟さんはもう本当にいつか出てくださいね、チャンネルね。そうですね。ね、そうですね、本当に。ね、あ、いっぺんね、なんかスネアドラムでも持っていきましょうかっつって、そういう。あ、そうですね、コメント入ってますね。ぜひスネア一本持ってきてください、ね。ここでこの部屋叩けるんで。そうですね。いや、嬉しい。ありがとうございました。本日は。すいません、お邪魔しました。ね、皆さんのとこもいい音届いたんじゃないですかね。抜けが良かったんでね。すごい良かったですね。またコメントもください。お願いします。では、ありがとう。ありがとう。